一方、先週、被災地での活動を終えた機動隊員が取材に応じ現地の状況を語りました。県、ね、うう県警は日日日から10日までの3日間、広域緊急援助隊26人を石川県に派遣し、 安否不明者の捜索や救助に当たりました被災地では度重なる余震で日に日に拡大する被害を目の当たりにしたといいます荷物を取りに行ったりとかですね、被災された方そういう方いらっしゃるところなんですがちょっと危険すぎてですね、東海家屋の方には立ち入ることができないという,うな形がすごくこう散見されました被災された方すごく精神的なダメージを負っていたりですね 声にならない声にこう耳を傾けるようなです、ねあのまあ、警察活動が必要なんじゃないかなというようなところをすごく強く向こうで感じました県警は今後も現地からの要請があれば派遣を検討したいとしています。